おはよう、いい朝だね。って、なんでお姉ちゃんがいるの？私が呼び出したのよ。二人に頼みたいことがあって。はあ、嫌な予感がするわ。こんばん、ベントラー、ベントラー、ナーナーゼラー。ミステリー案内人です。これ、昔読んだ漫画に出てくる SF の呪文なんですけど、何の漫画だったか思い出せなくて。分かった人がいればコメントで教えてください。それでは本日のお話へどうぞ。私の名前はガーナ。今朝目を覚ますと、実家を出たお姉ちゃんがなぜかリビングにいたんだ。お母さんが呼び出したみたいだけど。二人にはとある教団に潜入してほしいの。そこは信者が女性のみだから、ショコラとガーナを選んだのよ。殺し屋を辞め家を離れたあなたに頼むのは忍びないのだけれど、殺しの依頼なら受けられないわ。安心して、あくまで潜入調査よ。それに依頼人もいない。これは私個人のお願いだから、教団の実態が分かったら私に報告してほしいの。お母さん個人のお願い？その教団に何かあるわけ？ええ、今は話さないでおくわ。とにかく気をつけて行ってちょうだい。気をつけてって言われても、頭がハテナでいっぱいなのにゃ。話したくない事情があるんだろうから仕方ないわよ。あの後お母さんは本当に詳細なことを教えてくれず、教団については女性信者のみで構成されているということしかわからなかった。一体どんな宗教なんだろう。教祖は誰なのかな。何も知らない状態で出向いても怪しまれないのかな。あ、そういえばお母さん、私からは潜入調査のみの依頼にとどまるけれど、あなたたちは最終的に教祖を殺害することになるかもしれないって言ってたね。あれどういう意味なんだろう。母さん以外の誰かから依頼が来るかもしれないと示唆していたんじゃないかしら。それって信者の誰かから？そこまではわからないわ。でももしそんな状況になったら、殺しはガーナがお願いね。ああそうだよね、お姉ちゃんは殺し屋を辞めたんだもん。任せてよ。一緒に仕事できるの久しぶりでちょっぴり嬉しいな。ふん、お気軽なものね。ほら、もうすぐで信者たちが生活しているっていう教団の施設に到着するわよ。見えてきた建物はまるで隠されているみたいに木に囲まれていた。すっごく大きな建物だね。何人くらい信者がいるんだろう。施設の規模からすると何百人いてもおかしくないわ。どこから見られているかわからないんだから気を引き締めないと。お姉ちゃんがそう言った時、どこからともなく女の人が現れた。はじめまして、こんなところまでようこそお越しいただきました。お父様に用が終わりなのですね。お父様？なんじゃそれ。私が戸惑っているとお姉ちゃんが話し始めた。その通りです。ここに来れば救われると聞きまして、ぜひお父様にお話を聞いていただきたく。アポも何もないのですが。もちろん大歓迎ですよ。ではどうぞこちらへ。女の人は穏やかに微笑んで私たちを建物の中に入れてくれた。お姉ちゃん、どういうこと？お父様に話って。きっとお父様っていうのがここの教祖なのよ。初っ端からトップに会えるなんて運がいいわ。いろいろ見極めなくちゃね。どうなさいました？いえ、何でもありません。もうすぐお父様のいらっしゃるお部屋です。そこではどうか全ておさらけ出して、恥ずかしいことも怖いことも何もありません。心からの叫びをお伝えください。きっとお父様がお救いくださいます。曇りのない目でニコニコとそういう女の人が少し不気味だった。おや、新しい娘たちが増えたようだね。部屋にいたのは優しそうなおじいちゃんだった。この人がお父様で間違いなさそう。私たちのこと娘とか言ってるし。お父様、この二人をお救いください。もちろんだとも。さあ、悩みを話してと言いたいところだけれど、先に喋らせてもらうよ。二人は姉妹だね。何か重要なことを成し遂げるためにここを訪れた。違うかな？すごい、合ってます。
もしかして潜入調査が目的なのバレてる？私の焦りに気づいたのか、お姉ちゃんが肩でどついてきた。私たちが姉妹なのは一目瞭然でしょ。似てるんだから。それにここに来る人たちはみんな何かしらの事情を抱えている。何かを成し遂げたいなんて誰にでも当てはまることよ。あの人は私たちのことを見透かしているわけじゃない。あ、そうか。ん？どうした？すみません、妹と感動してて。あなたがお父様ですか？その通り。教祖様と言い換えることもできますが、ここでは親しみを込めてお父様と呼ばせていただいているのです。はっはっはっは。わしは生まれついた時から人類の父だった。すべての女性を救うために誕生したんだ。どうして女性だけを？そこに理由はない。神からの啓示だ。女性を導けと。残念ながらこの世は男と女とで生きにくさが違う。わしは苦しい思いをしている女性たちを全員救いたいんだ。立派なことを言っているようだけど、なんだかムズムズする。お父様の根底に女性を見下している部分がある気がする。さあ悩みを言いなさい。実は家族のことで悩んでいるんです。ほう、家族。私たちには二人の男兄弟がいます。その二人はとても乱暴で危険なんです。暴力を振るわれ、これまで辛い思いをしてきました。両親にもどうすることもできず、私たちはサンドバッグそのものです。奴らから逃げたくてここに。なるほど。わしの娘たちになんとひどいこと。安心しなさい。その二人には天罰が下る。一週間もすれば問題はきれいさっぱりなくなることだろう。君たちはこの施設で生活するといい。ありがとうございます。お姉ちゃんってばすごい演技力だ。男兄弟ってビタお兄ちゃんとカカお兄ちゃんのことだけど、暴力なんて振るわれたことないのに。っていうか仲いいのに。お父様はすっかり騙されたみたいだ。天罰って一体どうなるんですか？そこのアシリに聞くといい。彼女も経験したことがあるのだから。ここが食堂です。食事の際にはアナウンスが流れます。次は。あのアシリさん、天罰について聞いてもいいでしょうか？最初に会ったこの女性がアシリさん。彼女はこの教団の幹部らしく、お父様との付き合いも長そうだ。実は昔、私はお父様の力を疑っていたんです。正体を暴いてやろうと怒鳴り込んだこともありました。え？今思えば愚かなことです。私には娘と息子がいました。娘はある時期悪い男に立て続けに騙されてしまって、その心を癒そうとお父様を頼ってここを訪れました。その当時の私にはそれが理解できなかった。娘は洗脳されていると決めつけ連れ戻そうとしたんです。いろいろと手を尽くしても娘の心は動きません。悩んでいた時、お父様は全ての原因が私と息子にあるとおっしゃいました。アシリさんと息子さんは最初とんでもない言いがかりだと激怒したらしい。でもお父様はアシリさんが改心すれば全て収まると言い続けた。そんなある日、息子が事故に遭ったんです。事故？ひき逃げで犯人は捕まっていません。息子は帰らぬ人となってしまいました。お父様は私の固くなな態度がこうさせたのだと泣いておられました。もう少し早く説得できれば息子を救えたのにと。そこで私はようやく気づいたんです、自分の愚かさに。私たち家族のために泣いてくださるお父様が悪い人なわけないのだと。それからです、私がお父様を慕い出したのは。すると不思議なことに、私と娘はみるみるうちに幸せになりました。世の中の煩わしい事実から遠ざかり、心穏やかに過ごせています。すべてはお父様のお導きだったのです。今では幹部の一人になれたことも誇りに思っています。娘さんもアシリさんと一緒にこの施設で暮らしているらしい。ではお二人のお部屋にご案内します。今日は疲れたでしょ？ゆっくりお休みください。
信者たちは基本二人部屋なんだね。ちょうどよかったわ。これなら誰にも聞かれない。お姉ちゃんと私は部屋中を調べておいた。盗聴器やカメラなどはなさそうだ。アシリさんの話を聞いて確信した。ここはとんでもない教団よ。さすがの私でもわかったよ。あれってさ、アシリさんの息子さんを殺したの、教団関係者だよね。間違いないわ。邪魔になりそうな存在を消すのよ。そして残された女性を懸命に励まし洗脳する。アシリさんも被害者なんだわ。さっき他の信者にも話を聞いたの。その人たちも天罰で身近な人を失ったと言っていた。アシリさんのように愛していた存在を失った人もいれば、 DV 夫、浮気夫、うるさい上司など大嫌いな存在が消えた人もいた。前者と後者で女性への接し方を変えているんだと思う。あなたが改心しなかったからとか、これは天罰だとか、うまいことを言って。そういえばお姉ちゃん、お兄ちゃんたちのこと相談してなかった？ターゲットにされちゃうよ。バカね。あの二人がやられると思う？ああ、確かに。ありえないか。もしかしたらと思って、あの二人のことを話したの。お父様がやってるであろう悪行に気づいたってこと？はっきりとはしてなかったけど、可能性としては十分あると思ってた。さすがお姉ちゃんだ。本当に頼りになる。お兄ちゃんたちの心配は必要ないってことだね。ええ、天罰とやらがどうなるか見物だわ。予想としては私たちの新人が足りないからだとでも言うんでしょうけど。お母さんへの報告はどうする？明日この施設の中をもっと調べてからにしましょう。わかった。今日は昨日ご紹介しきれなかった場所を見て回りましょう。アシリさんは相変わらずニコニコしながら案内をしてくれた。アシリさんはどうしてそんなに笑ってるの？楽しいの？ええ、楽しいです。人生が。私だけでなく信者たちはみんなそうですよ。そう言って連れて行かれたのは、信者の人たちが瞑想しているという部屋。わあ、すごい光景ね。そこでは確かに全員が瞑想していた。でもなぜか満面の笑みを浮かべている。すごく不気味だ。お父様の教えの中に、笑顔は全ての邪気を払うというものがあります。だから私たちは常に笑顔でいるんですよ。ショコラさんとガーナさんもいずれこうなれます。表情筋が疲れそうだにゃ。そういう問題？ああ、今日は悪縁立ちの儀式もあるんです。見に行きましょう。お父様！お父様！どうかお救いください！熱気がすごいわ。本当に全員笑顔なのね。ほら、始まりますよ。ごきげんよう、かわいい娘たち。わしは娘全員に幸せになってもらいたいと考えている。そのためには悪縁立ちをする必要があるのだ。お父様がそう言うと、信者の人たちが次々とお父様に駆け寄っていった。手にはなんと、お金を持っている。悪縁立ちをさせてください！私も！うむ、もちろんだとも。お金はこの世で最も悪縁を引き寄せやすいものだ。人間を欲深いものへと変貌させ、すべてを狂わせる。だからわしが引き受ける。それってお金を巻き上げてるだけじゃん。ガーナさん、失礼ですよ。お父様に聞こえたら悲しまれてしまいます。そもそもお父様はそんなことしません。なぜなら、集めたお金はすべてお焚き上げするのですから。お焚き上げ？では火を放つ。おお！これでお金は燃え去った。悪縁も消え去るのだ。信者の人たちは嬉しそうに泣いている。満面の笑みを浮かべて。お父様のお力は本物です。お金に執着しない人生が一番幸せなのです。今日もすごかったね。悪縁たちの儀式、インパクト大だった。でもせっかく集めたお金を燃やしちゃうなんて、お父様の狙いがわからないよ。燃やしていないに決まっているじゃない。え？高く組み上げられた薪、
最初は火がついていなかったでしょ。あの中に放り込んではいたけれど、きっと地面に深い穴が開いていたのよ。お金は全部地中に落ちる。その後火をつければ燃やしたように見えるってだけ。今日はアシリさんがいたから調べられなかったけれど、間違いないはずよ。それなら確かにお金は無事。後で回収するのか。なんてやつ。見たものすべて母さんに報告しましょう。ここはとんでもないインチキ教団よ。そう、やっぱり教団は今もそんな感じなのね。母さん、そろそろ話してくれないかしら。この教団と何があったの？アシリさんっているでしょ？うん、幹部の人だよ。私たちの案内をしてくれてる。幹部になったという情報も正しかったのね。実はその人、昔私の依頼人だったの。はあ？悪い教団に娘さんを洗脳された。教祖を殺害してほしいという依頼内容だった。私はお父様と呼ばれる教祖を始末する一歩手前だったわ。でもそんな時、アシリさんから依頼をなかったことにしてくれと頼み込まれたの。お父様の力は本物だ。息子を失って気づいたって。そんな。私がもっと早く動けていれば、アシリさんは洗脳されずに済んだし、息子さんも無事だった。どうしても忘れられない一件だったの。お母さんは以前の依頼人であるアシリさんが幹部になってしまったことがきっかけで、教団を潰す手がかりを探していたらしい。そういうことね。あなたたちを巻き込んで申し訳ないと思ってる。水臭いこと言わないで。ここまで来たら最後までやり遂げるわよ。教祖の悪行の確固たる証拠を手に入れて、ここを潰す。その前に信者の目を覚ましてあげる必要もあるわ。ただ潰すだけじゃ、信者たちもよりどころがなくなって辛いだけだもんね。感謝するわ。実は教祖は信者たちに浄化と称して自分との体の関係を持たせていることも分かっているの。そんなやつ野放しにしておけない。どうか地獄を見せてあげて。お姉ちゃんの言う通りだった。地面に穴が開いてるよ。これならお金は燃えずに済むね。ご丁寧に蓋もできるようになってる。火をつけるとき素早く蓋して火が燃え移るのを防いでいたんだよ。静かに。みんなが寝静まった頃に出てきたのがバレるでしょう。ああごめん。写真を撮るわよ。それにこの施設のどこかにあるであろう金庫も見つける。盗聴器、カメラの用意は？バッチリ。オッケー、反撃開始よ。では本日はお父様からのありがたいお言葉を頂戴いたしましょう。ちょっと待った。ショコラさん？信者のみんなも幹部の人たちもお父様も全員この場所に揃ってる。絶好のチャンスだよ。話をさせてください。娘たちよ、わがままはなるべく許してあげたいが、後にしてくれないか？絶対に嫌。お父様、これは大事なことなの。まずお父様に質問よ。私はここに来てすぐに男兄弟について相談したわ。一週間程度で彼らに天罰が下るって話だったけど、ピンピンしてる。どうなっているの？それは君たちの信心が足りないのだよ。もっとわしを信じなさい。そうすれば天罰が。バカ言わないで。私の兄弟が普通じゃないから仕留められていないだけでしょう。え？何を言っているのやら。お父様の目は明らかに泳ぎ出した。とぼけても無駄よ。証拠があるの。ガーナ。はーい。お姉ちゃんの指示で私はとある録音音声を流した。そこにはお父様の声がバッチリ録音されている。ショコラ、ガーナの兄弟はまだ始末できないのか？まったく、時間かかりすぎだ。名前も特定できないとは。はあ？今さら名前を聞くなんてできるわけない。これまでもそうだっただろう。お前たちにいくら払ってると思っているんだ。それ相応の働きはしてもらう。早く殺さないと信用されないだろう。方法は任せる。とにかく、殺したら連絡をよこせ。信者たちがざわつき出した。この音声はお父様の部屋で録音したものだよ。相手は殺し屋。お父様はね、殺し屋に依頼して信者の身近な人たちを殺していたの。
天罰に見せかけてね。みんな覚えがあるんじゃない？お父様を信じることを止めようとした人や、嫌いと相談した人が亡くなってしまわなかった？他にも音声はある。なんなら映像もね。浄化といえば好き放題できるんだ。まったくバカな女どもだ。あなたにも何人か派遣しましょうか？なーに、この人は徳が高い人だとわしが紹介すれば、喜んで従いますよ。ゲスそのものね。こいつは女性信者たちをもてあそんでいた。浄化と言いながら裏ではバカにしていた。まだまだあります。これ、悪縁たちの儀式に使ってる場所の写真見て見て。高く積まれた薪の下の地面には穴が開いてるの。お金はここに落ちるから燃やしてないんだよ。ちなみに金庫の場所も突き止めた。そこに入れられていたお金に記されている番号が、信者の人があなたに渡したお金のものと一致した。そんなのわかるわけないですよね。わかるのよ。あの儀式が怪しいと思って、信者のお金を観察しておいた甲斐があったわ。まさか。お父様と幹部の人たちは動揺し始めた。アシリさん以外の幹部は事情を知っていたのか。知っていて、自分たちが儲かるならいいと協力していたんだ。これは何かの間違いだ。見苦しい言い訳ね。でもあいにく信者の皆さんは信じてくれたみたいよ。あなたが思っていたほど女はバカじゃないの。くぅ、最後まで否定してください、お父様。そうじゃないと、私と娘がこれまであなたを信じてきた日々は。ふっ、騙されたお前たちが悪いんだろ。訴えでも何でも起こすといい。ただわしはもう年だから、刑が確定する前に死ぬかもしれないがな。教祖は最悪な開き直り方をした。信者は泣き叫び、場は騒然としている。アシリさんは顔を覆って泣いていた。私は息子を殺した人のために人生を捧げて。アシリさん、私たちがシュガーの娘だといえば何者かわかるかしら？え？お母さんの依頼は取り消してしまったみたいだけど、今度は私たちが引き継ぐよ。アシリさん、あの人は生かしておいてはいけない。でもそれで償いきれるものでは。あいつ財産だけはあるみたい。裏から手を回して、全て信者に還元できるようにする。亡くなった人たちは帰ってこないけれど、せめてお金は返すから。そう言うと、アシリさんは覚悟を決めた顔をした。誰にも聞かれない声で私たちに頼んだんだ。あの教祖を殺してください。了解。くそ、収拾がつかないな。お前たち場を収めろ。わしは自室にこもる。どうせ逮捕されるんだろうが、こんな場所にいつまでもいられん。教祖は幹部にそう命じ、引っ込んでいった。なんてタイミングがいいんだろう。まったく面倒なことになった。できるだけ証拠を消しておくか。罪が減るようにな。まあ、警察上層部にも知り合いはいる。捕まったとしても、好待遇を要請すれば。そんなことさせないよ。ガーナ！貴様らのせいで！私たちのせい？全部自分で招いたことでしょ？言っておくけど、あんたが逃れられることはない。所詮子供だな。世の中には偉い者が勝つという現実があるんだよ。違う、強い者が勝つの。え？じゃあね、最低最悪の教祖様。あの教祖が死んでもう1ヶ月経つのね。あっという間だったわ。お金は分配し終わったし、ようやく落ち着けるわね。元信者の人たちのメンタルケアの手配もバッチリ。協力してた幹部たちは逮捕されたし、一件落着だにゃ。アシリさんは本当に何も知らずにあの教祖を信じきっていたことが証明されて、罪には問われないみたい。二人ともご苦労だったわ。これで胸につっかえていたものがなくなるわ。アシリさん、お母さんに感謝してたよ。裏切ってしまったのに気にかけてくれてありがたいって。これからは騙されないってさ。そう、きっと娘さんと一緒に強く生きていくわよ。じ
私は帰るわね。カフェの開店準備があるの。ビタお兄ちゃんによろしく言っといて。教祖お抱えの殺し屋の追跡、難なく逃れてくれてありがとうって。ふん、じゃあカカオにも同じようによろしく。世界中に教祖はたくさん存在し、その数だけ信者も存在します。皆さん、自分には関係ないと思っていても、相当数の信者がいます。明日は我が身と思ってご注意を。それでは、バイバイチーン。お母さん、見て！アシリさんと娘さんの写真が届いたよ。しばらく辛い毎日だったけど、今は元気にやってるって。息子さんのお墓参りにも行けたってさ。よかったね。ええ、これは教えによるものではなく、本物の笑顔のようね。